ここ数年、特にアメリカで熱くなっている黒人と白人の問題、この人種の問題、えー。今回はね、それをちょっとみんなで考えていきたいんですけど、最近、俺が生まれたイギリスのロンドンのペッカムっていう結構多文化な地域があるんですけど、このペッカムの地域でとんでもない黒人差別があったというわけで、えー、まずね、こちらの映像を見ていただきたいと思います。どうぞ。

直後に、もちろん警察来ますよね。で、逮捕されます。誰が逮捕されたかというと、なんと、黒人の女性の方が逮捕されました。えなんで、うん、え、この人を暴力振るわれてたじゃん。デれーンというわけでね、実はですね、この黒人女性がなんであれだけこう振り回されてたかというと、彼女、万引きをしてたんですよ。これすごい差別で、ね、 あのとんでもない事件かなと思ったと思うんですけどなんとこの黒人女性は万引きをしようとしていてそれをショップオーナーが止めていただけなんですよだから言い方変えればこのショップオーナーは当然のことをしてたんですよ。えー、これはさっきも言った通りロンドンのペカンのヘアサロンの店で黒人の人たちがつけるウィッグとかこのエクステとかを売る店だったんだけどこの黒人女性は、えー、前に買ったものを返品返金してもらおうと思って行ったら。 この店では返金をしてないって。だから交換することしかできないよって言ったところ、そのまま逃げようとしたところ、この、えー、インドのね、バックグラウンドを持つこの店主、ショップオーナーがそれを止めて、で、それにさらに暴力的になったこの黒人女性はそのバスケットでこの男の人を殴ったりして、これが熱くなったっていうことですね。だから、この黒人女性、この後逮捕されました。当然なんですよね。彼女は万引きをしていたから。だけど、 えー、さっきね、みんなを少し騙したというかね、勘違いさせてたと思うんだけど、まさに今、主流メディアはそれをしてるんですよね。あたかもこの黒人女性は何も悪いことをしてないかのように映して、ああ、これも差別だ。やっぱ黒人の人たちはすごい差別されてる。Black Lives Matter! みたいな。っていう動きになってるんですよ。だからこの後ろにある、なんという、事実が完全に無視されてるんです。本当の情報が全部どかされて、 このストーリーのね、この、これだけあるストーリーの中の一部だけを映して、はぁーブラック l イスマ s ーってなってるんですね。で、さっき映したこのデモ、すごい恐ろしいことを、この店の看板、看板じゃない、シャッターの後ろに書いて、このインド人出てけとか、え、差別に抗議してるはずなのにめっちゃ差別的なこと書いてるやん、みたいなことばっか書いて、恐ろしいいじめにあってるんですよ、このショップオーナー。で、あるインタビュー見たんだけど、 このショップオーナーはもう感情的になっちゃって泣くんですね。もう一日にして全てが奪われたって。今まで家族を養うためにずっとこのや、ずっとやってきたこの店にある日突然万引きをしようとしたからそれを止めたら自分が差別主義者って言われて最低な人だって言われていろんなメディアに騒がれてもうデモされて命の危険までも感じて家族でみんなでこの人、この一家ね、この家族はロンドンを出なきゃいけなかったんですよ。 This isn't fair. これは、フェアじゃないですよね。おかしいですよね。どう考えても。そして、もう一つ考えてほしいのは、どれだけこの情報を操作して、この本当のストーリーをこうねじ曲げて、w イストして、あなたたちの、この俺らの感情を、なんというかな、いじくるのが簡単なのか。メディアはまさにそれしてんの。さっきも言った通り、本当の一部しか取らないで、この黒人は圧迫されてた白人は悪者だとか、こういうメディアが、 欲しい情報だけしか映さないんですよ。だからそれをちょっとね、今日はみんなに、あの、アピールというか、あの、実際に実験を通して、あの、分かって欲しかったんですよね。だから決してこのショップオーナーは悪いことをしていないし、むしろこの黒人女性が捕まるべき。捕まったのはよかったんだけど。だからこの外でデモしてる人たちいたでしょ彼女たちはこの黒人女性に怒るべきなんだよね、本当は。だって、 自分たち、もしね、本当に黒人のグループを気にしているなら、その黒人の人たちに悪いイメージを与える、この万引きを普通言うでしょう。ちょっとやめてって。俺らみんな悪い人だと思われるからって。実際違うのに。だから本当に怒るべきなのは、この黒人女性に対してなの。なのに、この黒人のグループ、Black Lives Matter とかは、もうすべての情報を一回解いて、あ、もう私たちは可哀想な人たち、私たちはもうこれだけ圧迫されてるって。だからリベンジって。 余計分断を生んでるんででるすよ情報を使って人々の感情を操る,るのがどれだけ簡単なのかっていうことをねこの事件を通してね分かってほしいと思いますもう何でも何でも人種の話に従いますよね今はもうブラック・ライフス・マターの時期からもおかしいこと全部見てきてましたよねメディアが伝えたいことに当てはまる情報しか報道しない それは問題だと思います、マジで。今すごい人種とかがこう分断してる時代だけど、特に黒人と白人っていう、アメリカとかでは特にね。結論クリスチャンとして言いたいのは、この人っていうのはもう一つの、なんていうかな、人は人なんで今の時代はもう肌の色にこだわって、なんでそんなに分断を見たがるなんで人を肌で全部見分ける ?We're people. 俺らみんな人。 神様のイメージに似せて作られた、神様のイメージで作られた人なの。だから結局人は人なの。確かにいろんな見た目があって、いろんな肌の色があって。でもなんでそれで人をこうカテゴリーにしようとするなんでこれでさらに分断を産もうとしてるのかなって。これサタンだよ、やってんの。でも俺らは神様に人として作られた同じグループ。俺ら動物じゃないの。 はは人人は人なのもう一つ見せたい映像があるんですねこれはまたねちょっと問題がさらに別になって申し訳ないけどこのメディアがどれだけ情報を操れるかっていういい例として、えー、見せたい映像があるんですねこちらの映像を見てください。 はい、なんて恐ろしいでしょうこのパレスチナ人のねムスリムの女性がイスラエルの軍によってぶん殴られてますああ<ー>、This is crazy! と思ったその時 <laughs> えー、実際すべてのクリップを見てくださいいろんなメディアはあそこだけを映してほらやっぱりパレスチナ人は迫害されてるほらやっぱりイスラエル人ユダヤ人は悪い人っていうことで報道したんですけど全部のクリップ見てください このパレスチナ人のムスリムの人は何をしようとしましたか見てください暴力的な映像にはなるんだけど、えー、このパレスチナ人はこのイスラエル人のこの軍隊の人を殺そうとしました実際ナイフでこう刺そうとしたね見たねでもメディアはここを切り取って自分を守ろうとしたこの軍隊の がここのののの女性をこう止めよううとと蹴っ飛ばしししたそのとこしか映してなないので世界はもう going crazy なのあやっぱりやっぱりパレスチナ人は圧迫されてるやっぱりユダヤ人にいじめられてるってでも見て全部自分が思ってたのと180度変わったさねあーかわいそうなパレスチナ人からえ待ってパレスチナ人が先に殺そうとしただから全てを見ましょう全ての情報を見て 客観的にしっかり全てを踏まえて判断していきましょう。このメディアが切り取った少しの情報を見て判断しないでほしいということです。ハレリア、見てくれてありがとうございます、えー。思ったことあればコメントしてください。Thank you so much w a t b y the way、ちなみになんですけど、この撮影はですね、釧路のキリスト福音館というところで撮影させてもらってます。なんと、この教会は俺が本当にイエス様に導かれる大きなきっかけとなった、えー、3年前に来たね、教会です。山形先生、夫婦。 感謝します。みんなもね、ぜひ、釧路に行ければ、ここに来てほしいと思います。見てくれたらと、g o d bless you a の,の平安がみんなにあるように祈っています。Thank you so much for w a t c h i n g g o d bless you e v e y o See you in the next video. Ciao, ciao.